魔法の知識やアドバイスをデコ、あなたに優しく教えますよ。デコデコのスマホ相談室、いつもお待ちしてます。もしもし、皆さんこんばんは。元バーチャル携帯ショップ店員のガラスマテコです。テコのスマホ相談室にお越しいただきありがとうございます。おい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 、また新しいタブレット買ったでしょ。違いますよ、これもドージー様からご提供いただいたタブレットなのです。前回の S100 Pro と同じメーカーさんだよね。タブレットも販売してるんだ。ということで今回もドージー様のご提供で T30 Pro のレビューをしたいと思います。このチャンネルではスマホやタブレット関連の情報を幅広くお届けしています。来年の年度末までにチャンネル登録2万名様を目指して奮闘中です。ぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。ドージー T30 Pro、 ミドルレンジモデルの SIM フリーアンドロイドタブレットです。外箱はこんな感じ。背面に技的マークや PSE マークなどの認証情報が記載されています。開封するとケースがついた状態で入っていました。ケースを外すとこんな感じ。保護フィルムも貼り付け済みです。レノボタブみたいなツートンカラーで、カメラ部分はシャオミっぽいですね。高級感があってデザインはかなりいいと思います。 SIM トレイはデュアル SIM スロットで、マイクロ SD は配達用となります。付属品はユーザーマニュアル、海外用の AC アダプター、 Type-C to Type-C ケーブル、タッチペンが付いていました。カラーはグリーン、ブルー、グレーの3色展開。今回ご提供いただいたのはグレーでした。高さ 168.7mm、 幅 257mm、 厚み 7.6mm、 重量 543g。 実際に重さを測ってみると 551g でした。保護フィルムが貼られてる分だね。付属のケースをつけると 743g でした。11インチの液晶ディスプレイ、解像度は 2560×1600 ドットの 2.5K、 リフレッシュレート 60Hz、 輝度は352度、ワイドバインセキュリティレベル1なので、プライムビデオなどを高画質で視聴することができます。 DRM インフォを使って確認もできました。海外メーカーのタブレットだとセキュリティレベルが3とかで低画質でしか見れなかったりするけど、このタブレットなら大丈夫だね。タブレットは動画の視聴用で使う人も多いし、この点はかなり重要。バッテリー容量は 8580mAh、 33W 急速充電に対応。充電器は海外用のアダプターが同梱されています。実際に充電速度を測ったところ 24.82W でした。 PC マークのバッテリーテストで 100% から 20% までの消費時間を計測したところ、結果は12時間39分でした。マイクロ SD、 イヤホンジャック、FM ラジオ、クワッドスピーカー搭載、生体認証は顔認証のみ、初期 OS は Android 13になっています。音質はかなり良かったね。音量もかなり大きくできるし、音を楽しみたい人にもいいかも。カメラは2眼構成で、メインは2000万画素、サブカメラは200万画素、インカメラは800万画素です。実際に撮影した写真を見てみましょう。おお、思ってたより結構綺麗じゃん。アジサイがいい感じに撮れてるね。もっと近寄ってみました。葉っぱもよく撮れてると思う。 iPhone 14 Pro と比較してみましょう。さすがに iPhone の方が綺麗だけど、色味が全然違うね。 T30 Pro は実際の色よりも紫が強くなっていました。 Wi-Fi 5、 Bluetooth 5.2、4G はソフトバンクのプラチナバンド、バンド8に対応。バンド26は au のバンド18とドコモのバンド19を内包しているのですが、バンド19は基地局次第でつながりにくいところもあるので、基本的にはソフトバンク回線と au 回線を使うのが良さそうですね。ソックはメディアテックのヘリオ G99、 RAM 8GB、 ROM 256GB、 開封直後の使用状況は 15GB 使用となっていました。ストレージから仮想メモリを割り当てることができて、 RAM を最大 7GB 増量できます。アンツツベンチマークバージョン 10.0.1 のスコアは361,429。あれ？前回紹介した S100 Pro より同じソックなのに低い？低
良いところに気がつきましたね。前回はアンツツベンチマークアプリのバージョンが 9.6.2 だったので、同じバージョンで再テストしたところ、スコアが上がってる！バージョンが変わるとスコアが変わるのはよくあるのですが、S100 Pro と T30 Pro は同じソックでも、T30 Pro は CPU と GPU が低めですね。理由は謎です。ゲーム性能に影響があるのか、恒例のゲームアプリ。このチャンネルではおなじみの、コールオブデューティーモバイル、プロジェクト世界、原神、モンストでチェックしてみます。まずはコールオブデューティーモバイル。グラフィックは最大は普通。フレームレートは最大は高まで選択できます。今回はグラフィック低、フレームレートは高で遊んでみます。いつもはスマホで操作しているので、大きなタブレットでのプレイは久しぶりです。下手なのはいつものことだけど、思ってたよりしっかり動いてたね。本格的に遊びたい人にはおすすめできないけど、ちょっと遊びたいくらいなら大丈夫かもね。次はプロセカです。まずは 3DMV モードです。ちょっとザラザラしてるけど遊べなくはないって感じかな。次は 2DMV モード。3D モードよりもザラつきが少なくなった気がします。軽量モードで難易度が高い曲も試してみました。ノーツが一度にたくさん落ちてくるとザラザラしてしまいますね。次は原神。画質はデフォルトが最低になってるね。今回は設定を変えずにやってみた。画質は荒いですがどうでしょう。今のところ問題ないけど。この瞬間、お前は永遠を手にする。おとなしく仕上がる。戦闘になるとちょっとカクつくかな。最後はモンストです。派手な友情コンボも問題なし。ストライクショット。モンストは快適に遊べましたね。ゲームをがっつり遊ぶにはスペックが物足りないけど、軽く遊ぶ程度なら大丈夫だね。今回は専用のキーボードケースとタッチペンもご提供いただきました。キーボードは本体に装着するとすぐに使用できるケースで装着も簡単。英語配列になっているので慣れない方は注意ですね。背面を折りたたんでセットすれば安定した状態で立てることができます。タッチペンに関してですが、公式サイトにはタッチペンは2048の筆圧感知と掲載されていましたが、テコが試した限り筆圧感知機能は使えませんでした。お絵かき用にタブレットを検討している方はこの点は要注意です。最後に気になる価格。 Amazon での販売になり、通常価格は 39,800 円ですが、期間限定で 20% オフクーポンにチェックを入れれば 31,840 円。この動画を見ていただいた方限定の 10% オフ特別コードを入力すると最大 30% 引きになり、 27,860 円で購入できちゃいます。結構画質も良かったし、4つのスピーカーで音もいい。ミドルレンジモデルのスペックだけど、ストレージは 256GB もある。ゲームをがっつりしたい人にはおすすめできないのと、筆圧感知機能はどう使えばいいのかが謎だから、お絵描き用には難しいけど、ワイドバインセキュリティレベル1で、Amazon プライムとかでも高画質で楽しめるから、動画視聴用としてならかなりいいと思うな。こちらのタブレットが気になった方は、クーポンが有効なうちにぜひ一度検討、比較してみてください。皆さんの感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルではリスナーさんからのリクエストにお答えしたり、格安SIMやスマホのお得情報なども発信しています。ご質問やご相談は動画かツイッターのコメント欄、もしくはマシュマロにお願いいたします。
おまけでやってほしいことも募集中ですよ。サブチャンネル裏口にもぜひ遊びに来てくださいね。チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローもお待ちしています。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではでは、明日も一緒に頑張ってこう。またね、バイバーイ。